はい、じゃあ今週も始まりました、レベルス TV、今日司会を任されました、レベルス名隊、スーパーライト級チャンピオン、ハチマキです。よーっす、ハチマキよね。じゃあこの間、3月8日後楽園ホール大会、かなり盛り上がった大会だったと思うんですけど、今日はその日に勝利した3名が来てくださってるんで、ちょっとそれぞれ自己紹介をお願いします。僕から、はい、クロスポイント大泉所属の深志です。よろしくお願いします。クロスポイント吉祥寺所属の日向です。今年の目標は早い、それ後でいいんじゃないですか。後でいいそれは、それで後でストラックルの松崎君のりです。39歳です。よろしくお願いします。じゃあそうですね、じゃあ早速それぞれ前回の試合を振り返ってもらいたいんですけど、まず第1試合出た深井選手からお願いします。はい、第1試合だったんで、やっぱり大会の第1試合って言ったら、あんまり第1試合ちょっと久しぶりだったんですけど、やっぱ最初の試合で大会の流れとか決まると思うんで、そうですね、まあ KO かなっていう KO かなっていうのは狙ってて、でも1ラウンドで KO したかったんで、まあそれで結果1ラウンド KO できたんで良かったっすね。でまあちょっと KO 狙いすぎてて、あの硬かったかなっていうのが反省っすね。いろいろね、いろいろ、まあ、いろんなところが硬かったかなっていうのが、まあ、反省としてあるんですけど、まあ、はい、第1試合としての仕事はできたかなって感じですね。ああ、そのいろんなとこっていうのは具体的に、具体的に、まあまあまたちょっと長くなるんだと。長くなる。じゃあ、はい、試合、そうですね、硬いし長くなるっていう。硬いし、何なんでしょうね。何なんでしょうね。はい、まあ、相手のなんかあれなんですか。そうね、相手の印象とかは、そうですね。話しましょう。どっちほど、どっちほど、はい、試合の話。相手は映像とかは事前に見てたんですかね。はい、ちょっとだけ見て。はい、でもまあ見た時もまあそんな、まあ負けてる部分はないかなって感じだったんで、まあ普通にやれば問題ないかなって感じでしたね。はい、まあ、見てても結構自信満々に戦ってるなって感じはしましたね。まあ、あといろんな選手が、まあ、ツイッターとか見てたんですけど、はい、深志選手はちょっとまあこの間のブレードのトーナメントでちょっと化けたんじゃないかな。まあそうですね、まあ、バゲタっていうか、まあ、最近やっとあの去年1年前にクロスポイントに移籍してきてから、まあ、いろいろ新しいこといっぱい教えてもらって、で、まあ、強くなってるっていう感覚はあったんですけど、なんかそれをどう自分のスタイルにどういう風にやっていけばみたいな感じで、なんかこうまだ戦いづらいみたいな部分があったんですけど、やっとそれが時間が経って、で去年の終わり最後にやっと形になってきたかなっていう、うん、なん で, こんでそれで今回かなり試合前の練習とかもすげえ調子良かったんで、かなり自信はありましたね。うん、いや、なんで待ってんすか。いやいやいや、ふーって、いや、なんかちょっと僕らのトレーナー最近変わったんですよ。新しいタイジの先生が、はいはいはい、まあ、あのよく深志とタイ語の会話をするんですよね、深志選手。ハーフですもんね、タイ語の、はい、まあ、よく深志のことあんたらいって言うんですよ、はいはいはい、その意味は危険だみたいな、危ないみたいな。どういう意味ですよね。そうですね、あんたらい、まあ、なんであんたらいかっていうのもまた硬、くて長いとかそういうのになってなるほど、まあ、よく言うのはもう、はい、そのトレーナー言うのはパワーがないから、はいはい、なくなるから試合前はやめろと。そうです、はい、山口さんから電話。これはここで出るんですか。はい、あ、もしもし、はいはい、あ、司会の方は左端だと。あ、すいません、すいませんでした。そうですよね、主役はゲストの方々ですから。すいません、わざわざありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。素晴らしいアドバイスがね、入りましたね。というわけで今週も始まりました。じゃあ次、日向さんの試合の
感想をお願いします。感想します。感想ですかね。まあ僕は、まあ、あんまり相手の情報があんまなくて、まあ、YouTube で見たぐらいでしかなかったんですけど、まあ、67キロとか65キロですごい連勝、18連勝とかして相手がいなくて70に上げたっていう選手を聞いてたんで、まあ、ちょっと、まあ、警戒してたんですけど、まあ、あと軽量にやられた時に結構体が緩くていろんな人とかにあんな緩かったら余裕だろうみたいなこと言われたんですけど、でもヨーロッパの選手って結構多いじゃないですか。確かにバチバチそうそうそうじゃない人もいますよね。結構緩いけど強いやつもいるっていうので、はい、ちょっと、まあ、僕は気合い入れて行ったんですけど、緩いので軽量オーバーしてきたっていう。そう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 、まあ、もうこいつも一緒だったんですよ。こいつも軽量オーバーだったんですよ。ああ150g 家で、あ、200g だっけ。そうっすね。なんかオーバーしててなんかチャリ乗ってきたら落ちるんじゃないかなと思ってましたみたいなこと言って、チャリで20分ぐらいの距離で落ちるわけねえじゃん。しかも結構ギリギリですね。まあでも2時間前とかじゃない、ちゃんと落としてパスしますけど、はい、なんなんでその余裕は。でも来る途中で500も落ちない。あ、そうなんですか。何もしてないんですか。正面漏れてんじゃないですか。風呂上がりとかじゃなくて、じゃなくて普通に、すごいすごい代謝が。でも結構軽量の日きつそうでしたよね。あ、まあ今回、ね、いつもスーパーフライ、スーパーフライ、そうですね、フライ級でしたもんね。結構今回軽量きつそうな選手が多かったんで、あのしげるさんも、あ、久しぶりにスーパーフライ級でしたからね。もうメイクぼんでたし、まあでも鉢巻さんのね軽量の時の姿に比べたら、まあ目がこれぐらいですからね。死にそうにはなってますけど、まあ、ますね、最近、まあ、やっぱスーパーライトだったらまあ多少マシですけど、やっぱライトの時は本当目飛び出ちゃいそうでしたね。うん、先輩の試合の話、あ、そうそう、話しちゃった。自分でそらしちゃったけど、で相手がまあ体は緩かったけど警戒はしてたと。まあまあまあ、そうです。まあでもやってみて、はい、あの、まあ、自分の今回はまあ自分のなんか実力をこうなんていうのかな、そのまま発揮できればいいかなっていう感じの試合で、うまく自分の距離で戦えた、まあ、あと今回結構試合前にいい選手ともすごいスパーリングができて、こう、まあ、試合に対してもすごい調子よく、あれ大丈夫ですか。大丈夫です。ちょっと風邪ひいちゃった。あ、風邪ひいちゃった。あの、はい、恋の病に、恋の病に、はい、ちょっと落ちてて、あ、それてるそれてるそれてる、あんたらあんたら。まあそれでまあ、やってみて、まあ、途中倒せるかなと思ったんですけど、倒れなかった部分もあったんで、そうですね。でも2ラウンド目2回ダウン取ったじゃないですか。もうなんか表情見るともう心折れてるかなって思ったんですけど、3ラウンド目結構頑張って、はい、であとすごいやっぱヨーロッパの選手がすごいいいなとか強いなっていうふうに思ったのは、すっごいガードがいいんですよ。僕あんだけ打って散らしてたんですけど、顔へまともにこう入れさせてもらえなかったんで、蹴りとかハイキックも結構狙ったんですけど、あんだけ腹も足も効かせて最後ハイでとか思ってたんですけど、全然頭に打たせてくれなかった、まあ、しっかりガードされたんで、やっぱ本当に最後も、まあ、柄にもなく結構ボディ打ちとかパンチで打ちに行ったところ、打ってましたよね。右ボディとか使ってましたもんね、まあ、カウンターでちょっとフックもらっちゃったりとかしたりとかして、あれはちょっと聞きました。まあ聞いてはないですけど、でも本当今回試合終わって顔とかの傷とかもほぼない、はい、まあゼロだったんで、はい、足も何も痛くなかったんで、はい、まああとはこう、そうですね、まあこれからまだ強い外人とかいっぱいいると思うんで、まあそこに照準を絞って努力していこうかなと思ってます。最初ダウン取ったのはあれ三日月蹴りが効いたんですか。いや、あの多分1ラウンド目に、はい、あの最初にミドル蹴って、その後に三日月がモロ入ったんですよ、はい、で相手が下がって、もうそこから自分のペースになれたんで、はい、まあ、今回はちょっと三日月とか全然練習では練習しなかったんですけど、なんかこう試合会場に来て後楽園ホールでなんかちょっと今日三日月入りそうだなみたいな、まあ、あとうまくカットする選手だったんで、最初ミドル足でカットするから、この足のこの隙間をちょっと狙おうかなと思って、っていう発想ができたかなって感じですね。そんなんでいいですか。はい、じゃあ次ベストバウトの松崎さん。まあ、今回、まあ、フライ級の、まあ、タイトルマッチということで、相手が矢島選手、矢島選手、僕が応援してた矢島選手ずっと応援してた、ずっと応援してた。なんでそんな矢島推しなんですか。いや、ちょっと
これは言えない内緒のなんかちょっと矢島選手のちょっとカリア、そうですね、 CD 買ってくれたとか、いやそういうんじゃないんですけど、どっちかっていうとまあいけてない的な話ですね。え、いけてない、それ話してくださいよ。いやこれちょっと言ったら多分浜っ子メーター A ジムに怒られちゃうかもしれないそんなにですかまあそういう行けてない仲間的な感じでちょっと応援してて、一緒に矢島コールまでしてたんですけどすいません勝っちゃう、いやでもすごいですもう最初からラッシュだったじゃないですか矢島選手が、うん、すごいラッシュできました、はい、まあ、多少予想はしてたんですけど、はい、思った以上そうですよね、もううわーってきてこう、まあ、バテるだろうと、まあ、あの人バテたんですけど、うん、でも、うん、でいけるかなと思って、はいはい、でもまだやっぱり、ね、そうですね、後ろ気持ちが、ね、後半になってまだやっぱり来て、はい、もうすんごい気持ちの迫力っていうのが、はい、気迫というのもすごい、まあ、でも本当ガードが素晴らしかったですよね。そうですね、やっぱり1メーターもらわないですもんね、まあ、一応まあ戦う前に作戦でまあどうせまあガーッと来るって分かってたんで、はいはいはい、まあ、一応ガードはしっかり固めて、はい、でガードした隙間からすみません、ちょっといいですか、 あのもうちょっと声張ってもらってもいいですか多分もうちょっとはっきり言った方が、はい、聞こえやすいと思うんで、まあ、最初から変わってないです、変わってないです変わってない、まあ、最初からこうドンガッとくるの、はい、まあ、予想はしてたんで、はい、まあ、一応ガードを固めてでそこから、まあ、首相撲につなげたりとか、うん、まあ、蹴りを、そうですね、首相撲はすごい下がりましたよね、相手がもう頭こう完全に、ね、折れちゃいましたよね、はい、まあ、そこは狙ってたところなんですけど、うん、まあ、だから予想通りといえば予想通りだったんですけども、はい、まあ、思った以上のこう向こうの気迫というのが、そうです ね、うん、ね、すごかったですね、すごかったです ね、いや本当にいい試合でしたね、はい、まさか、まあ、この年になって取られたもんかったんで、いやでも素晴らしい、本当すごい、やっぱあの試合みんなやっぱツイッターとか見てても、うん、本当感動しちゃって言ってる人が多くて、そうですね、実際試合も感じもすごかったですもんね、そうですね、試合終わった時っていうのは勝ったって思いました、勝ったかなと思いました、でもしかしたら向こうに着くかもしれないなと思ったらやっぱり一人で行ってた、そうですね、でもあれでついちゃったら、もしも相手についちゃったら、まあ、僕も同じ意見、あ、僕も同じ意見の人もいると思うんですけど、あれであのうわーって攻めれば勝っちゃうみたいな流れは嫌だなと思ったんですよ、テクニック的なことを無視して前に出てこうパンチ振れば勝つみたいなジャッジは嫌だなと俺は思うんですよね、でもやっぱり打撃を取るか、なんかあの秀先輩の秀丸さんの試合で思ったんですけど、ムエタイ的な技術をしっかりポイントとして取ってくれるのか、なんだかんだでやっぱ打撃の印象で持ってかれるのかっていうのは、そのジャッジの好みでやっぱかなり左右されるなっていうのはすごい思いましたね、この前。でもこの間試合前のルールミーティングの時に、うん、ダウン、クリーンヒット、うん、アグレッシブっていう、うん、その順位で言ってた、うん、まあ、その通りくと、うん、そうですね、勝てるかなとは思ったんですよね、うん、そこがムエタイルールとその肘なしルールで、いやでも肘なしムエタイルールでもう和田さんが言ってたじゃん、うん、もうあの重要すべきポイントはダウン、うん、クリーンヒット、アグレッシブです、うん、それはムエタイでも変わらないって言ってた、うん、だからまあそれの通りだったんじゃないって俺は思ってしまうって、うん、公平に見ると、いや、なんか真面目なこと言わない方が良かった、いやなるほどな、はい、思いましたけど、いや、だからこそすごい良かった、はい、俺唯一、あれなんですよ、試合見てたんですよ、あの自分の試合前だったんで、はい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 、で、池江さんとも一緒に話してて、はい、いや、これで相手ついちゃったらきついね、みたいな、こう、まあでも、まあ、絶対青でしょう、みたいな話をしてて、二人目出た時ちょっとビビりましたけど、うん、はい、1人は最初出たのはこう自分で、はいはい、2人目は、ね、向こうに続いて、ああやばいと思って、そうですね、またやっぱ浜っ子の応援団とかすごいじゃないですか、やっぱそういうのでも多分多少応援のね、こう声とかでも結構いけないんじゃないかな、そうですね、当たってなくてもなんか当たってるような、うん、そうですね、感じに、そういう雰囲気でかいっすよ ね、 そうですね、でも俺あの応援団は大好きなんですよ、あすごい良くないですか、そうですね、あの試合会場とかでもうわーってもう盛り上げてくれたりとか、いいですよね、本当あのチーム感とかすごい好きなんですよ ね、 そうですね、ま
ああやって応援されると本当にやりがいあるというか、うん、こうやる気が出てきます。そうですね。でも途中からまあ相手の方が応援多かったんですけど、途中からなんか自分の方の応援も増えてきて、うん、それがなんかすごい嬉しかったっていうか、なんかやる気にさせたっていうのがあります。皆さん他の試合は見てない？そのあ日向さんの試合と、あとメインだけね。あメインを見ました。いや僕メインシャワー浴びたんですよ、急いで下へ降りて浴びてるうちにシャワー浴びて、はい、あの着替えてる瞬間にカンカンカンみたいになって、うわやべもう早くしないと終わっちゃうじゃんみたいな思ってたらもう終わっちゃったみたいな。メインの、シゲル選手が とスターボーイ選手、タイ人のスターボーイ選手の WPMF の、タイトルマッチだったんですけど、1ラウンドで肘で切られて終わってしまった。見ててどう思いました？いやまさかあんなに早く会うとは思わなかった、ね、っていうかもうちょっと見たかったっていうのは、まあ、シゲル選手もすごい試合前気合い入ってて、はい、もう絶対取るっていう気持ちがすごい伝わってきたんですけども、ね、まあ、スターボーイ選手やっぱり相性も合うのかあるかもしれないですけどね、こううまく肘を、そうでも最初から圧力が半端じゃなかったですけど、結構やっぱりいきなり来ますね。あそこまで、そうですね、様子見もない感じですよね、もう最初から、K を狙ってるぐらいの感じですよね。結構他のタイ人だと最初は様子見て、ね、1塁2ラウンド様子見て、はい、3ラウンドぐらいからだんだん加速していくみたいな、で5ラウンド逃げるっていう感じ、はい、もうスターボーイ選手はね1ラウンドから、ね、そうですね、もう狙ってました、ね、狙ってましたね、肘ね。まあ深瀬はでもシール選手とね、はい、トーナメントでやってるからね。そうですね、やったばっかですね。でやっぱそういう意味でもちょっと気になってはいたんじゃない？そうですね、だからでもムエタイルールだったじゃないですか。なんか帰り出口らへんにいたら、そのシゲルさんの応援団の人に、なんで日向さん笑ってるんですか？深瀬が話を始めて、その、ま、真面目な話応援団とか言ってる時に、はい、またガールズキックの女の子の話をしようかなと思って、それじゃない、あの真面目な話してた、はい、はい、お願いします。帰りにその出口らへんにいたら、そのシゲル選手のあの応援に来てた人にすごい声かけられて、あれどうなのみたいな感じで、で、あんな終わり方かよみたいな意地でつって、そんなすぐ終わっちゃってつって、俺は深志くんとやった時みたいな殴り合いが見たかったんだよみたいな感じで言われたんですけど、まあでもムエタイルールじゃないですか、もしまあやっぱ勝負の残酷さっていうか、しょうがないですよね。どっちをしたいかにもよるもんね。ムエタイルールでこう肘ありのそういうキックボクシングとムエタイをやりたいのか、うん、レベルスルールみたいにこう K-1 ルールに近い勝負をしたいのか、うんうん、まあ、そうですね、まあ、今回はまあムエタイなんで、それ肘で切られちゃったら、まあ、それが技術、まあ、技術ですからね、本当に、うん、しょうがないですよね。でも八巻選手も松崎選手も、はい、ムエタイオンリーそうですね。私年なんでやっぱりあの肘膝なしルールだと不利。いやいやもう僕の方がもう肘膝とか怖いですよ。肘特に肘。まあ、僕3回ぐらいやったことあるんですけど、肘は、はい、そうなんですね、かつてまだ7000とか8000ぐらいの時、あとタイで試合した時も肘やりやったんですよ。そうですね、タイはそうですよね。いや肘は怖いですよ。切れたことはないんですけど。あ、そうですね。そうですね。まあ、僕も結構切れたりしてますけど。まあ、レベルスルーですね。やっぱり身体能力って結構、うん。そうですね。やっぱ僕もそうですね。やっぱり殴って蹴るだけだと、やっぱ身体能力っての差が出やすいかなっていうのがあって、うん、僕やっぱあんま身体能力が高くないんで。そんなに毎日こうやってやってんのに？だからそのなさをやっぱ少しでも。マシにしたくてやってるっていうのがあるんで、でも八巻さんの巷で噂になってる大胸筋がちょっとすごいみたいな、いやいやそんな大して大丈夫、今育ててる、育ててますよね、はい、育ててます。あの僕が知ってる限りあの、はい、アウトサイダーとかに出てる佐野選手佐野選手っていう方がものすごい大胸筋なんですけど、有名なんですよね。その選手に次ぐのは八巻だ、いやいや そんな大したことないです。全然そんなあの重量も上げらんないんで恥ずかしい。でもすごいよね、結構太いよね本当に。え、脱ぐんですか？
え？脱ぐんですか？ダメです。あのダメです。あのこれ清掃、清掃なんで。はい。ちょっとじゃあ、まあ何の話でした？そう身体能力とか。だかやっぱやることが多い分、なんつうんですかね。だか僕とか自分のことがオール3だと思ってるんですよ。成績で言えば5段階でオール3でやっぱ、まあ、そこまだ今ぐらいのレベルならその対戦相手の2の部分をつけば勝てるみたいな。でもそういうレベルスルールとか、まあ、昔で K1 みたいなルールだと要はやることが少ないんでみんなそれしか練習してないからもう2の部分とかないんですよね。そうしたらやっぱちょっと勝つのは難しいのかなっていうふうに思いますね。頭いい人の答えだよ、うんうん、難しく分かんないでしょ。いやいや、分かりやすかったです。ありがとうございます。なるほどなるほど。じゃあスッと入ってきました。よかったよかった。なんとなく戦ってるだけでしょ。いや、なんとなく戦ってないですよ。本当にめっちゃ頭使ってます。本当にハイブリッドファイターなんで。アイサイカーじゃないの。アイサイカーです。あーもう結婚されてるんですよね。そうなんですね。はいはい、そうもうイケてる代表ですよね。この年で結婚してない。結婚しないですか。いや、したいですけど。今お付き合いは、まあ、今いますけど。います、ね、そうなんですね。まだ結婚はまだですか。いや、そろそろしたいんですけど、もうなかなか仕事がタイミングってやつですか。そう、仕事がこう定職がないんで。あ、今じゃあ仕事あれでもなんかこの間そのレベルス TV この間の見たらなんか生態師の資格ずっと生態の勉強は2年ぐらいしてて、はい、で今やり始めたと思います。今うちに独身を楽しんどいた方がいいですもんね。なんでそんなちょっとその上から目線で話したんですか。まあ結婚してるって意味ではこのメンバーの中で僕だけ唯一既婚者なわけじゃないですか。一応上から言わせてもらいますけど、本当に独なんか結婚する前僕独身貴族っていうじゃなくて、あの結婚してる人が奥さんがどっかちょっといないから、はいはい、今独身貴族みたいな、はいはい、でなんかテンション上がっちゃってるじゃないですか。いやいや何それみたいな感じだったんですけど今めっちゃわかりますもん。奥さん見てますか。見てますね。もう独身貴族40年やってるから。もういいです。そろそろもういい。そうですね。じゃあ皆さん今後の目標というか、もうでもそれ話しちゃったらもう終わりじゃない？大丈夫？別にじゃあそこ広げて23分だよ今。いやあの、まあ、さっきのまたあの絶食系男子とかそういうのを話しましょう。もう尺足りなかったらくだらない話とか。あ、あれはあの次回大会とかは言わなくていいの？ああ、そう。次回大会それ最後でいいじゃないですか。あ、最後に？ハチマキはもう出るの？次？出ないっす。あ、出ないの？出ないっす。僕は出ないみたいです。あれ3月のレベル数じゃないんですか。あ、4月4月僕出れないみたいですね。ちょっと需要がないのかわかんないですけど。あら大胸筋が足りなかった。そうですね。ちょっとまあ別のところで脱がないからじゃないですか。それ持ってかなくて脱いだら話くるんだ。それ見てたら。いや今そんなしまってないんでちょっと恥ずかしいかな。声もちっちゃくなっちゃって声もちっちゃくなっちゃって、まあとりあえずじゃあ次回大会、次回っていうのは、まあ、今回レベルスと WPMF の、まあ合同興行ってことで、うん、まあ、次回が、WPMF の方が主体ですかね。3月22日ディファー有明であって、そのメインがそっちのメインは何です、誰ですか、誰でしたっけ。メインがそれがゲオケンタですか。それメインがゲオケンタ選手です、ね、そうですね。この間のケンタ選手のマイクを見ましたか。見ました。もう俺の試合前でちょっと5分休憩入るからって言ってもう5分こうやって待ってようと思ってました。長えなと思ってたらあいつのすげえ熱いしゃべり声は いやもうすげえあれなんですよ。僕戦ったことあるんですよ、かつて。へえ、そうそうそうケンタすか。そうそうそうあるんですか。新人の昔ライズで戦ってて、なんかやっぱこの間も記者会見の時一緒にいたんだけど、すごいやっぱ一回戦うとこうなんかこう友達みたいな感じな雰囲気が出るっていうか、戦友みたいな、そういうのはあるでしょ。わかりますわかります。でそのマイクが長かったと。そうそう、マイクがやたら長いし、なんかすっごい なんか熱いこと言ってるなと思って、で後々写真とかフェイスブックのやつ見たら、あいつ話しながら脱いでたんだと思って。そうですね。まあ、まず
ピシッと決めてる感じなんですけど、下が短パンでピチッとして美脚が披露されてる。で途中から脱げ脱げのコールが会場から出てきて上もで脱ぎながら話したんだよね。そうですね。ハチマキさんもさやれば、いや僕そんな自信ないっすね。体でも負けてないでしょ。いや負けてますね。負けてる？色色の人ケンタ選手すごいですね。焼けばいい。そうやってみたいんだよ。キャラ編キャラ編。まあそのケンタ選手があのゲオフェアテックスと試合すると肘やりムエタイルールで。これは楽しみですよね。いや面白いですよね。でも66キロ契約らしいんですけど、うん、やっぱケンタ選手が勝ってるといえば体の大きさとフィジカル、うんうん、部分で66っていう数字でどこまでこう、そうですね、相手を追い詰めるのかなって、うん、でもゲイオが60の選手っていうのは完全にも忘れられてますよね。そうですね。まあそれでもやっぱすごいですよね。勝っちゃってますからね。まあ K1 の65キロでも優勝しちゃったし、そうですね。まあウェルザー級の選手とかでもメタイルールだったら、まあ先日引退した田中秀也選手とか、まあ、大体ほとんど KO 勝ちですからね。肘折りのルールだったら、ほぼみんなウェルターの選手でも KO されちゃってるんで。あとこの間木村実に一応負けって形つけられてるから今回はちょっと気合が多分相当入ってますね。絶対落とせないからやっぱ怖い感じですよね。そうですね。怖いゲオが見られる3月22日楽しみですね。そうですね。まあ、それと一緒に、まあ、健太選手のマイクもあったんですけど4月の19日の、また合同興行で僕の同門の梅野源氏とウィラサクレックの一野へそうた選手が、あ、ちょっと待ってください、あれ、なんかあ、また視聴者かな、一視聴者またなんかなんとか元気さんじゃないですか。もしもし、はい、はいはい、誰だろう、誰だ、え、 T シャツを脱ぐ、ほら、ほら来た。いやそれできないですね。この T シャツ神聖なものなんで、あの T シャツすごい神聖なものなんで、あのちょっと脱げないんですけど、お願いします。誰ですか。八巻の大胸筋が見たい。失礼します。俺絶対脱がない。俺絶対脱がないんで。いや脱がないです脱がないです、なんか脱げって言われたんですけど、うん、いや本当、いやでも視聴者からねえねえ、いやいや一視聴者だって他の視聴者は脱いでほしくないって思ってるかもしれないですからね。脱がないですか。で4月19日梅野源氏と一戸颯太選手がルンピニーのタイトルに挑戦するっていうことなんですけど、うん、どうですか、 自分 の、 あの同門の梅野源氏、そうですね、まあやっぱ相手もすごい強いみたいなんで、うん、そのチャンピオンのペットモロコット見たことあります。強いですね。あ、背が高く、なんか広長、そうですね、で首相撲が強い選手みたいなんで、どんどん前に出て厄介な感じですよね。今現役のバリバリのトップの選手ですよね。これは面白いですね。そうですね、まあでも本当やっぱ梅野源氏はやっぱすごいですからね、本当に。八巻さん の、はい、あの前歯を折ったのは、これ折ったのはもう梅野源氏ですからね。すごい。いやもうそうですね、殺されちゃうかも。最初軽く麻酔やりましょうっつって、だマウスピースもつけてなかったんですよ。気づいたらバチバチになって、うん、パンって当たってパキンっつって痛いと思って、気づいたら折れちゃったんですか。折れちゃって大変なこと。いやあそこだね。いやあのでもやっぱ練習中、まあマスとかまあそうなんですけど、うん、もうほんとやっぱ練習のサンドバッグとかミッドでもほんと殺気がすごいですね、うん、本当に。あの集中力というか、やっぱ他の選手にはないものがありますよね。そうですね、やっぱ雰囲気とか、やっぱ試合とか見ててもあれじゃないですか、うん、なんか梅野選手はね、ちょっと他の選手にちょっと抜けてますもんね。そうですね、全部が、うん、まあやっぱ僕としてはまあ普通にもう
勝つことを、はい、信じてますけどね。なんか本当僕なんかから見れば本当タイ人みたいだなと思って、日本人だけど本当になんか日本人の良さでタイ人を凌駕するっていうのじゃなくて、そうですね、日本人だけどタイ人のフィールドでタイ人みたいに勝負をする、ミドルの蹴り合いもして首相撲でも勝負してっていう感じですか、うん、選手いなかったですよね。そうですね、テクニックで同じ土俵の上で勝ってしまうっていうね、うん、その代表のね鈴木は、あ、はい、まあタイ人に強かったんですけど、はい、まあ、同じ土俵では戦うんですね、はい、ローキックを効かせてっていうスタイル、相手のペースを崩して戦うみたいな、三浦選手の場合はその同じ土俵で勝ってしまうっていう、その選手でいなかったですよね。いやすごいですよね本当に、それは、うん、本当にすごいですいや練習してても本当に歯が立たないですからね、うん、歯がね、歯が折れるだけちゃうだけね、折れちゃうしそうですね、一戸選手はどうですかね、あ、相手だよ、相手があのナッタポンという結構何回も前も1回やってて、あとあの一藤選手、はいはい、ライズのチャンピオンだった一藤選手ともタイトルマッチやってる選手ですね。うん、選手2度目でしたっけ。そうですね、2度目ですね。またこの選手はまた強いんですよね。うん、なんかすごい右ミドルとか右の前蹴りだけでも完封されちゃうみたいな。一藤とやった時はライズルールでやったんですか。いや、ルンピニのタイトルマッチを一藤選手ともやってるんですよ、日本で。じゃあ4月のレベルスとかそういえば本当ムエタイ色がすごい強いですね、強いですね。ちょうど日にちがあれなんですよね、 K1 と被ってるんですよね、4月19日で、そういうのもあるのかもしれないですね。なるほど、じゃあ K1 ルールとムエタイを見たい人はディファ有明ってことでいいですか。そんな感じで、はい、そうですね。なるほどそうですね私は見に行きますか、ね、ああ僕も見に行きます見にセコンドかなセコンド、うん、客で行きたいですね。そうですね、やっぱりもう試合前のピリピリ感がやっぱ怖いですもんねセコンドでもよく、ね、裏で見るんですけど、はいはいはい、すごい怖いですねあれでも、はい、どっちが年上年下。年は僕が上ですね、はい、ジム入ったのも僕の方が先輩ですけど、プロデビューは若干向こうの方が早かったですね。あ、何個下なんですか。2個下。2個っすね、うん、はい、そうですね。ちなみに僕と八巻さんは同じ学年で同じ年なんですよ。あ、はい、はい、そうなんです。別に何でもそんな大した意味はないんですけどそうですね、だからちょっとここら辺は、ここのラインはいつもタメ口で行こうよみたいな話はちょっとするんですけど、まあ、僕が一方的にちょっと敬語になっちゃう僕なんか他人とあんまタメ口で喋れないんですよね。いやでもなんか八巻さんはちょっと実は日向さんをあの蔑んでるっていう話をちょっと聞いたことある蔑んではないですよね。ちょっと下に見てるっていう情報がちょっと耳に入ってきたんですけど、いや下には全然見てないですけど、まあ、ただちょっとあんま関わりたくないいやいや僕もそうな、あの多分深石選手も最初そうだったの、やっぱ日向被害者の会みたいな、いや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 そういう感じじゃないですか、うん、いやでも僕僕あれですからね、はい、あのカラフィナの CD 買ってますからね、本当にありがとうございますありがとうございます。本当買いました、まあ、無理やり買わせた感はありますそしてこの間あの買った CD をやっと聴きました。遅っもう、ね、年単位で経ってますよね多分違うあの八巻さんのサインを書いてもらったのはちょっと嬉しすぎて、はい、嬉しすぎてちょっと飾ってたんですよ、はいはいはい、でもハフと思い出してあこれ聴いてねえなってどうだったんですか。いやもう素晴らしいですよ。素晴らしいですよ。放送ですか。素晴らしいですよ。なぜならば、いやそれまだ、まだ早い。じゃあここで一旦 CM に入っていいですか。なぜならば、ちょっとこの間2月28日に別冊カドガーっていうこの本が出て、カラフィナ特集、一冊丸ごとカラフィナ特集で、こうまあメンバーのインタビューから、あ写真とか、まあ、インタビューとか始まり、グラビアも載ってるんですか。グラビアというかまあ写真、そうですね、まあ
プロデューサーの梶浦さんのインタビューだったり、まあ、各種専門家のインタビューだったりがするな乗っている中で、なんと僕のインタビューも載せてもらえたっていうね、あれ拍手は。そうですね。まあこれインタビュー自体は、はい。うわー。うわーじゃないよ。神様みたいな存在であると同時に人生における大きな目標を。笑ってんだよ。まあこれ、まあインタビューしてもらったのが、この間タイトルマッチより前だったんで、で発売がまあタイトルマッチの後だってことで、これはもう絶対負けれねえなっていう、やっぱ現役のチャンピオンとしてこの発売を迎えなきゃいけないっていう、まあ、その道モチベーション、それでただそれのみでこの間勝ちましたね。あ、そうだ、それなかったら多分負けてたでしょうね。あれですね、じゃあ本当に背中を押してくれたのは、はい、もうカラフィナだと。そうですね、それ三つ王子さん聞いたら泣きますよ。いや、でもまあでもそういうのはあるじゃないですか。そうっすね、やっぱり負けられない理由みたいな、うん、みんな失笑ですけど。いやいやいや、僕にとっては大事なことなんですよ。で、その、はい、それは未だにまだ売ってるんですか、本屋さんに。もちろん売ってます。絶賛発売中、Amazon とかでも買えるんで。おいくらですか。1500円。高っ。高くないでしょ、こんなのもう200。高い。本当に230、240ページありますよ。買ってないんですか、むしろ。買わなきゃダメなんですか。買わないですね。ご飯行きますね、ランチ。いや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 、もうそんなもうね。ね、1500円やったらランチ。お願いします、お願いします。ちょっといいですか。はい。お金ないんだ。誰がタイプですか。それいつも聞かれるんですけど、もうそういうんじゃないんだよなって。じゃあ逆にじゃあ3人に聞けばいいかなっていう。じゃあそういう、いやでも合唱をやられてたんですよね、多分そういう人ならちょっと聞けばすごい良さが分かってくれると思うんですけど、じゃあルックスで、じゃあ3人どれがタイプか、誰がタイプか。僕は真ん中の。あ、俺も真ん中だ。俺も真ん中です、ね、あ、じゃあ右にします。じゃあ右じゃあ、真ん中のケイコさんが一番人気だということで。じゃあいくつぐらいなんですか、カラフィナーって。まあ一応非公表なんですけど、まあ、大体僕、日向さんぐらいの。あ、はい、まあ、一応非公表なんですけどね。だから橋巻さんもツイッターで年齢、はい、あ、今年齢非公表って、はい、一応書いてるだけですけど、はい、乗っかったんですか、カラフィナに。乗っかりました。いや最近なんかそのインタビュー、ネットのインタビューとかでわざわざ例えば若菜年齢非公表とか、かっこ年齢非公表みたいに書いてあったんで、一時書かなくていいだろうと思ったんですけど、ちょっと真似してみました。橋巻年齢非公表。橋巻学校年齢非公表。というわけで皆さんお願いします、買ってください。お願いします。でもここまでして、はい、いろいろ今まですごいずっとラブコール出してたんですよ、カラフィナに対して。橋巻選手はそのついに思いが、いや本当についに思いが叶ったわけじゃないですか、はい、次のステップは試合を見に来てくれることじゃないですか。 はい、まあ、そのことについてもちゃんとインタビューで言ってるんで、ちゃんと読んで、はい、くれてるんですかね、本人たちは。きっと読んでくれてるんじゃないですか、ね。だからもうカラフィナは、はちまきさんのことを知ってるってことっすよね。そう。いやね、この本読んでればね、最後まで。見てないかも。見てないかもね。けど、わかんないよ、わかんないよ。そうですね。でもほら、はちまきちゃんとハガキとか書いて送ってるから。すごくない？ハガキ。ファンレターね。あ、じゃあ、そうだし、はい、ラジオやってるから、そのラジオメールね。もう職人だから。職人なんですか。そう、ハガキ職人。話すの？はい、その結構出すんですか。いや、たまにネタ思いついたら送るって感じで。ネタってどんなこと送るんですか。いやもう取り留めない、まあ読まれそうなこと、はい、でも一番最初はちょっと職権乱用でキックボクシングネタ送っちゃったんですけど、それは読まれたんですけど、その後はもう取り留めのない、意外となんか大したことない取り留めのない話の方が読まれるっていう傾向がちょっと職人的にはあるんで、ちょっと気持ち悪いです。気持ち悪い。え、なんでですか。でもほら、毎週火曜日24時からカラフィナクラブ、ぜひ見てこない。ここまで自分じゃなくて人を押す、好きなものを押すってすごくない。すごい、確かに俺尊敬するもん、ほんと。
ありがとうございます。本当にだって好きなんだもん。好きなんだもんね。好きなんだもん、しょうがないじゃん。だってハチマキカラフィナ来てくれたらファイトマネーなんかいらないんだもんね。いらないいらないいらない、もうね、はい、いらないだそうです。もしも来てくれたらハチマキファイトマネー0円で、まあ、0円でいい。まあとりあえずあのリングサイドの席をちょっと招待用にその分僕のファイトマネーから全部引いちゃっていいんでお願いします。オーナーにお願いしましたもんね。今見てるレベルそのオーナーにお願いしたんで、多分真実実現させてくれるんじゃないかなっていう。まああと鉢巻さんの結果じゃないですか、これからの。そうですね、頑張らないといけませんね、そのために。まあ本当そのためにキックボクシングをもうちょっとあのメジャーにしていかなきゃいけないっていうのが僕本当にそう思うんですよ。最近やっぱりちょっと低迷してますもんね。間違いないですね。普通の人知らないですもんね、やっぱ。知らないです ね。じゃあそろそろ時間がもう残り10分ほどってことで、それぞれ目標をそろそろじゃあ聞いていってもいいですか、深井選手から。じゃあそうですね、今年は、まあ、やりたい相手とかって言ったら、やっぱ1回タイトルマッチで負けてる町田ひかる、うん、と安行もやりたいなっていうのはありますね。ただ60キロ前やった時60キロだったんですけど、60がもう今きつくて、だからまあ61ぐらいで減らしてもらえたらなっていうのはありますね。で今かなり自信があるんで、まあ、そういう今年はという名前のある強い相手をしっかり倒していくっていうのが目標ですね、いっぱいいるんで、僕ぐらいの階級だったらそういう相手を一人一人、まずは国内の相手をしっかり倒していくっていうのが目標です。ルールとしては安井選手とかやる場合だったらどっち？どっちでもいいっすね。どっちでもいい。もともと最初ずっとメイタイ肘ありの方でやってたんで、別にメータイルールっていう風で組まれれば別にメータイルールでもいいですし、別にまあ肘なしでもどちらで、そこは別にこだわりはないですね、どちらでも。メータイもすごい好きなんだよ僕。なんで若干笑ってるんですか、平田さん。いや、そうなんだろうなと思って。いやいや、なんすか、そうなんだろうなってなんすか。メータイもね、そう、メータイもね、いろいろ切っちゃう、切っちゃう。なんすか。じゃあ次、日向さん。わかんないけど、わかんないけど、日向さんの今後の目標とか展望あれば。そうですね、あの本当何回も言ってるんですけど、まあ、本当は今年の最初の方に、まあ、僕は日本で1番だっていうことを決めたかったんですけど、まあ、それが叶わない以上は、まああのまあ、海外の選手しかもう多分相手がいないと思うんで、もうその選手たちを一人一人こうやっていくことかなと思って、まあ、この間出たサニー・ダルベックなんかちょっとやりたいなと思うし、あとはもう自分が負けてきたね、この間もリングの上で誰誰誰取れたアンディ・サワーって言ったりとか、やっぱそういうマッチメイクで僕をちょっと燃えさせてほしいなと思って、もうそういうことをやっていって、もう僕はもう選手としても51戦やってきたんで、もう残り最終章だと俺の中では勝手に思ってるんですよ。もうこの2年1年が俺の中での勝負の年だと思ってるんで、だからちょっとこうまたトップクラスに挑んで、どこまで自分が食い込めるかやっていきたいなっていうのが目標ですね。松崎選手は、私も、まあ、年齢的に私の場合は結構もう最終章なんで、ピーターツみたいになってください。あとはもう自分との戦いでどこまであとやれるのか、何歳までこう、まあ一戦でやれるのかと、まあただ続けるだけじゃしょうがないんで、あともう、まあ、自分との戦いで、でまあ目標というかレジェンドと呼ばれることが目標なんですね。そう呼ばれるようなこう、ね、試合結果を残していきたいなと思ってます。じゃあ鉢巻さんは、そうですね。でも若干もう言ったもんね、なんかほら来てもらうみたいな。ああ、まあそこは、まあそれはもちろんやっぱね、
最終目標、最終目標、最終目標、いや最終ではないですけど、やっぱり一つの大きな目標というか夢というかね、やっぱりいつもライブに行って、まあ、この間も日本武道館、初の日本武道館のライブがあったんで行ってきて、やっぱもう泣いちゃいましたからね。言ってたね。もう今でももうなんか思い出すだけで泣きそうになっちゃって、でも本当そうやってやっぱ感動をもらってるんで、なんか逆に自分が試合で少しでも返せたらなっていうのは思うんですけど、まあ普通に僕もやっぱりまだまだもっと上を目指して、うん、まあ、まずやっぱ国内の他のチャンピオン、そうですね、うん、ニュージャパンのテヨン選手とか、うん、強いんで、うん、ちょっとやってみたいなっていうのはありますね、うん、そうですね、まあやっぱ、うん、そうですね、やっぱムエタイルールでやってるんで、そういう肘ありの他の団体のチャンピオンとか、やっぱそのテヨン選手今 WBC の日本タイトルとか持ってるんで、やっぱりそれで上がつながってって、今世界チャンピオンが大和哲也選手なんで、やっぱそういうのは目標というか、うん、やってみたいなっていうのはありますね。どんどん俺言っていいと思うんですよね、自分がやりたい相手とか、せっかくこう、はい、ツイッターとか、はい、あのブログとか、そういう自分の意思を言える場所があるんで、深志とかもそうだと思うんだけど、うん、はい、自分が狙ってるさ相手、女じゃないよ。目がつかんって光りましたよね。変なこと言うかな。言わないじゃん、真面目な話だよ、真面目な話。これこの間やっぱ優勝した小宮山康介もそうだしさ、小宮山康介でもつまんないからあんまやりたいって思わないですよ。まあでもまあね、でもほらまあ例えばの話ですよね。そう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 、まあやりたい相手と、やりたい相手、自分の名前が上がる相手、これをこいつを食いたいみたいな、こいつやってみたいみたいな、そうですねっていうの俺絶対ありだと思うんですよね。まあ結果として日向さんはね、あの振られちゃいましたけどね。まあ僕は直接言いましたからね、僕とやりましたから、ね、あ佐藤義弘選手に、そうそうそう、僕とやらないんですかって言ったら、ちょっといや、うん、なんかこっちの、まあ、土俵に上がってくれればっていう、まあその中でも、まあもう K1 と契約がしちゃってるっていうのがあるから、その辺はなかなか、まあでもあれを書いちゃうのは日向さんすごいなって僕は思いましたけどね。何なんでしょうね、僕も最近よく分かんないですけど、ね、いやすげえなって、いや行動力素晴らしい。いや僕やっぱあれなんですよ、日向さん空気読まないんですよ。それ話してるんだけど、俺の手相をこれ見てもらっていいですか。ものすごくあの分かる人には分かると思うんですけど、何なんですか、こことここが離れてる、はい、っていうのはどういう意味なんですか。みんなくっついてるますよね、みんなくっついてますよね、はいはい、それはどういうことなの。あ、深志もそうじゃん。ちょっとそろそろ時間なくなっちゃうんで、こことここが離れてるとすごい空気が読めないらしいんですよ。一緒にされちゃってますけど、深志は違った、ごめん、あ、違った、うん、空気読めない線になっちゃってる。空気読めない線がついてるらしくて、やっぱそうなんですね。やっぱそうなんですね。まあそうみたいですね。だからちょっと今後は空気を読みながらいろいろ発言していこうかなと思います。まあでもそれもやっぱ日向さんのなんか魅力の一つじゃないですか。そうそうそう、というわけで、じゃあまあ今後3月22日と4月19日も興行控えてるんで、ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただければと思います。お願いします。こんな感じで締めて大丈夫でしょうか。 あとあれですよ、多分、はい、今回の後楽園と3月と4月の大会のレベル数を全部見に来てもらったら、はい、プレゼントあるんですよね。あ、そう、おレベル数からは何か出るか、クリアファイル、クリアファイル、あともなんかジャージみたいなのもらえるんですよね。あの WPMF から2つもらえるんですよね、両方。ジャージはかなり大きいですよね。この間勝利選手でもらいましたよね。え、あ、そうなんですか。シーハーですか。そうそうそう、もらいました。もらった、もらわなかった、もらいました、もらいました。あれなんかさ、ムエタイ、ムエタイで活躍中、なんかさ、あれ字違ってたよね。ほんとっすか。あ、いいですね。あの、パープラチッタがついたやつ。あ、そう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 、へぇ、いいっすね、ジャージもらえるの。僕前なんかレベルスで MVP とか、あの最高試合とかで、あれ、何もらいました。あれ、なんだっけ、今回何もらえるの。今回、あ、これからなんですね。僕2回もらったんですけど、2回とも水着なんですよ。水着いや、水着、まあ1枚はまあ、まあ、まあ、うん、いいかなと思ったら、2枚目来た時に、ちょっとこれ
在庫余ってんのかなみたいな。まあちょっと色は違ったんです。まあ普通に海パンっていうか、まあ、あの白いやつとか黄色いやつとか横になんか模様みたいなこうあるやつ。そうですね、ブローさんの、はい、あれ多分水着じゃないですけど、あれなんか練習着にもなるよ。ああじゃあ使おうかな、うん、ということで。まあこんなところで今日の WSTV 締めたいと思います。じゃあなんか締めの言葉みたいなのいやお願いしますよ。確かに。じゃあカラフィナカラフィナカラフィナ、別冊カードかご購入お願いします。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。